NX125 は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売していたオートバイである。1988年2月22日発表、同年3月10日発売、形式名 JD09 が示すように 125cc 原付2種クラスのデュアルパーパスモデルである。1982年から販売されていた、JD04 型 XL125R からのフルモデルチェンジ車で、 多くの構成部品はキャリーオーバーとされた反面、1987年に発売された X-1 や輸出1000売モデルとされた NX650 ドミネーターと共通する従来のランドスポーツバイクとスーパースポーツバイクの長所をバランスさせた新しい分野のスポーツバイクというコンセプトからオフロードよりも通常の市街地走行性能と 扱いやすさを重視した NX シリーズのローエンドモデルである。搭載される内径 X 工程56.5、X49.5、排気量 124cc の空冷4ストローク、サイチェシー短気筒エンジンは、形式名こそ JD09E 型とされたが、基本設計は1975年に発売された CB125JX へ搭載された後、 トライアルモデルの125トルコリラ E 波頭部や、XL 系にも搭載されたものと共通で、本モデル用圧縮比9.4、最高出力 12PS、9500rpm、最大トルク 1.0kgm、7000rpm のチューニングや PD52 型、キャブレター CDI 点火装置などの補給類は、先代の XL125R と同一である。 ただしモデルキャラクターに合わせて指導方式をプライマリーキックからセルモーターへマニュアルトランスミッションを6速から5速へ変更した。車体側面車体ではダイヤモンド型フレーム前輪サスペンションがテレスコピック後輪サスペンションがプロリンク式スイングアームで形式こそ XL125R から踏襲されているが前輪サスペンションはエア併用式廃止並びに ジオメトリー変更を実施。また前後タイヤはリムをアルミニウム合金製としたスポークホイールに2.75から21から 4PR、4.10から18から 4PR を装着。外装面では X-1 同様にハロゲンヘッドライトから燃料タンクにかけてスピードタコの角型2眼メーターを内包するセミカウルをさらに前輪フェンダーがオフロード車で見られる。 アップタイプではなくダウンタイプを装着する点が特徴である。また利便性工場からリアキャリア並びにエンジン下部の大型スキットプレートを標準装備する。なお本モデルは日本国内のみならず海外向け輸出仕様も製造を販売されたが、日本国内向けのカラーリングはホワイト車体にシートを青とした仕様のみとされた。当初の販売計画では年間千五百台とされたが、 以下の理由で必ずしも芳しくない状況にあった。また本モデルは初期製造分でフレームにクラックが入るトラブルが多発したことも影響し、日本国内仕様はマイナーチェンジもなく、1993年に JD16 型 XLR125R へフルモデルチェンジされ生産が終了した。一方、海外向け輸出仕様はその後も1999年まで、 継続生産された。ありがとうございます。